8月2日、3日、4日にはキッズサーキット in 佐久が佐久市内各文化ホールで行われました。このフェスティバルは児童青少年向けの演劇フェスティバルとして2016年から始まり、今年で4年目となります。佐久市内には文化ホールが点在しており、この文化ホールを有効に活用するために総合プロデューサーで佐久市文化事業団館長兼芸術監督の奥村達夫さんが提案し開催されました。今年も佐久市文化事業団コスモホール、佐久市交流文化会館朝品、佐久平交流センター、佐久市市民総連センター、佐久市駒の里ふれあいセンター、駒場公園ギリシャ劇場など市内の各文化ホールにて3日間で22公演が行われました。多分終わるまでは寝ろとも言われないと思いますんで、そういうふうにしてくつろいでいただければ。どの会場もたくさんの子どもたちが来場しており、拍手をしたり出演した俳優たちと握手やハイタッチをしたりして盛り上がっていました。クロージングセレモニーではキッズサーキットの関係者や3日間ボランティアをした佐久市文化事業団コスモホールの劇場好き劇団コスモアカデミアのメンバーが中心となって、会場一体となってふるさとを合唱しました。